こんにちは、家電ウォッチ編集長の中林です。今回は家電大賞の水拭き掃除機部門の注目アイテム、アクア水拭きフロアクリーナーワイプルを紹介したいと思います。こちらがアクアのワイプルです。一見すると普通のスティック型掃除機に見えますが、実はこちらはゴミの吸引と水拭き掃除が一度にできてしまうという今注目の 2-in-1 タイプの掃除機なんです。ヘッドの部分を見てみると、このようにブラシが装着されているのが分かります。このブラシが1分間に550回転しながら汚れを拭き取りつつ、ゴミや水分を吸い取るんです。その吸引力はなんと5000パスカル。だから固形物も水分もまとめて一緒に掃除できるんですね。これまでは固形物を取り除いてから液体を拭き取ると面倒だった食べこぼしなどの床掃除がワイプル一つで解決できます。早速試してみましょう。固形物として菓子くず、液体汚れとしてコーヒー、固形物と液体の混ざった複合汚れとして牛乳をかけたシリアル、3パターンを用意したので順に試してみましょう。お、結構ね、楽々スイスイ進んでいくので全然力がいらずに掃除できます。すごく綺麗になりましたね。おお、液体だと広がっちゃうかなと思うけど、本当にささっとこれで一瞬で綺麗になっちゃいました。これは手強いですよ。でも、あ、でもすごいパッと綺麗になっちゃいました。これすごいですね。実際使ってみたら、液体とか水分の混ざった固形物とかがパパッと取れちゃって、これ普通の掃除機だったら掃除機かけて雑巾がけしてって面倒くさいのが、こうパパッと一気に取れちゃうのがすごく楽で、これなら使いやすいというふうに思いました。ちなみにこのワイプルが対応する床材はフローリング、塩ビ床、クッションマット、石タイルとなっています。これ1台で廊下やリビング、洗面所や水回り、玄関まで家中お掃除できそうですね。またワイプルは専用洗剤と60度までのお湯が使えるので、油汚れが気になるキッチンや土ぼこりの多い玄関、たたきの汚れなど頑固な汚れも OK。 汚れの種類や汚れ具合によって使い分けることができます。ここでもう一つの注目ポイント、ワイプルは日本の住宅に合った仕様となっているので、本体の重さわずか 3.4 キロととにかく軽くて持ち運びしやすく、2階などに持って上がるのも苦になりません。またコンパクト設計だから狭い場所も掃除しやすく、椅子の間などもスイスイ掃除することができます。さらにお手入れが簡単なのも見逃せません。使い終わった後は専用の充電台に置いてブラシ洗浄ボタンを押すだけで自動でブラシをクリーニングしてくれます。洗浄に使用した水は背面の回収カップに送られます。洗い終わったブラシは充電台に立てて乾燥させておけば OK。 とても簡単ですね。本体の充電時間はたったの約 2.5 時間なので、汚れが気になった時にいつでもお掃除できます。私はよく料理なんかもするんですが、ちょっとした食材なんかが床にこぼれた時とかも、普通の掃除機だとちょっと戸惑ってしまうんですが、これなら何も気にせずにスイスイと掃除できてすごく楽です。今回紹介したアクアの水拭きフロアクリーナーワイプルは家電大賞にノミネートされています。こちらの商品がすごいと思った方、使ってみたいと思った方はぜひ家電大賞に投票してみてください。